今月のフレッシュマンは阿蘇市小里にあります阿蘇テレワークセンターにお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、岩永優希です。25歳になりました。一宮町宮地に住んでおります。はい、実はですね、一緒のテレワークセンターに仕事をしている同僚なんですけれども、まあ、改めていろいろと聞いていきます。岩永さんは、もうこちらにお勤めになってどれぐらいが経つんですか？そうですね、今月で3ヶ月になりました。普段はどんなお仕事をされてますか？そうですね、インターネットにつながらないとか、パソコンやお知らせ端末の調子が悪いというお問い合わせをいただきますので、そちらの方の対応を行っております。もう仕事には慣れましたか？そうですね、頼れる先輩方や上司がいらっしゃいますので、だんだんと慣れてはきております。ではその仕事のですね、やりがいだったりとか、お客様と接する機会も多いと思うんですが、何か言われて嬉しかったこととか、なんかそういうお仕事のお話を聞かせてください。そうですね、前職がシステム開発の方を行っておりまして、その面と向かって感謝をされるっていうことが今までなかったんで、もう何を言われても嬉しいかなと、感謝の言葉をですね、ありがとうございます、その言葉だけで僕は今嬉しいかなと思ってます。お客様のところに行くのは緊張しません？大丈夫ですか？そうですね、最初は緊張してたんですけれども、挨拶をちゃんと心がけていればいいというご助言を先輩からいただいたので、それを心がけていってるんで、最初は緊張しましたけれども今は大丈夫です。やりがいとかはどんなところが感じてますか？このお仕事のやりがい、そうですね、やっぱり阿蘇に貢献できているっていう、自分の得意な分野でですね、貢献できているっていうのがやりがいを感じるところですね。ではちょっと個人的なところも聞いていきますが、今が25歳。はい、そうです。結婚願望とかはありますか？そうですね、ちょっと考えたことなかったんですけど、30くらいまでには結婚できたらなと思ってます。じゃあどんな人がタイプですか？そうですね、穏やかで一緒にいて落ち着くような方が好きですね。岩永さんは阿蘇生まれ阿蘇育ち？そうですね、高校生まで阿蘇で住んでおりました。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きますか？デート ちょっとそうですね、個人的なことを言いますと、そのカドリドミニオンさんに行ったことが僕はないので、そちらの方に一緒に行っていただけたらなとは思いますね。じゃあデートはカドリドミニオンで。はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあ最後に、お勤め先の PR をお願いします。はい、阿蘇テレワークセンターでは阿蘇市産山村におきまして、光インターネットの提供させていただいております。インターネットやパソコン、お知らせ端末でお困りの方はお気軽にお電話ください。またパソコンの持ち込みサポートの方も行っておりますので、花遊び様の隣、阿蘇草原保全活動センター内の弊社の方でお待ちしておりますので、お越しください。はい、今月のフレッシュマンは私の同僚でもあります阿蘇テレワークセンターの岩永さんをご紹介しました。では最後に決めポーズいきます。せーの、フレッシュマン。